ない悲しみのあることを知ったのはついこの頃。形にならない幸せがなぜかしら、思いのもそうこの頃。あなたへの手紙最後の一行、思いつかない、どこでけじめをつけましょう。窓辺の花が咲いた時、儚く花が散った時、あなたに愛された時。饅頭釈迦、恋する女は饅頭釈迦、住み着く白い花さえ手にはならない。約束をひたすらに待ち続け、そう今でも。言葉にならない優しさをひたむきに追いかける、そう今でも。そんな自分を持て余す。机の花が揺れた時、ほのかに花が匂う時、いいえ、あなたに愛された時。饅頭釈迦、愛されるより愛していたい。歌手の前に